これまで番組では彼女と共に恐怖の城に二度潜入。すると今よ、あそこ得体の知れない光や大量のオーブが映りまくっちゃった。そんな伊勢都氏から連絡が。また感じるの、これまでとは違う強い痛みを。この世に恨みを抱えたまま死んでいった者たちの霊がさまよってる城がある。イタリアにあるサンレオ城、通称カリオストロの城よ。カリオストロの城、それはイタリア中部断崖絶壁に立つ城。そう、あの大泥棒が活躍する国民的人気アニメの舞台になったと言われる。この城でカリオストロ伯爵という18世紀に実在した人物がある女性に強い恨みを抱えながら死んだという。調査で行き着いたのはマリー・アントワネットの文字。カリオストロ伯爵とマリー・アントワネットの間に何があったのか。というわけで、日本からおよそ9700キロイタリアにあるカリオストロの城へ調査するのは。さあ、いでよ、マリーを怒らせた不届き者め。そなたの謎を解き明かさん。寮が張る日、なぜか海外に行くと不思議な現象が起こるらしい。前にイタリア来た時もちょっとなんか気持ち悪くなったりしたので、怖い。嘘。結構怖い。すると。なんかちょっとマイクが調子悪い。あれ、マイクに原因不明のノイズが早速来なすったか。まずはカリオストロ伯爵についてマシの人に聞き込み。チャオー、あ、チャオー。カリオストロはあの城でひどい死に方をしたにもかかわらずちゃんと埋葬されなかったっていう話よ。あの城は400年前極悪人が収監されていたんだ。カリオストロはとてもひどい扱いを受け、今も頭蓋骨が見つかってないって話だ。そうなんだ。前にあの城に行った時何か変な気配を感じたんだ。そんな奴はこの村にはいっぱいいる。カリオストロの城で起こる怪奇現象、230年前に一体何がということで、2分ちょっとでわかるマリー・アントワネットとカリオストロ伯爵。時は1780年頃、カリオストロ伯爵というヨーロッパ社交界の人気者がおりました。肩書きは占い師、魔術師、医師などいくつもの顔を持つ社交界の不思議担当。当時フランス王妃だったマリー・アントワネットからも溺愛されていたという。そんな中、彼の人生を奈落の底に突き落とす一つの出来事が、首飾り事件。それはとある伯爵夫人がマリー・アントワネットの名を語り、ダイヤの首飾りを高値で売りさばいていた詐欺事件。この時逮捕された伯爵夫人が驚きの告発。この詐欺の黒幕はカリオストロ伯爵よ。詐欺を発案し裏で糸を引いていたのはカリオストロだったと嘘の証言。
全く身に覚えのないカリオストロ伯爵、巻き込まれてついには逮捕される。さらに詐欺のために自分の名前を使われたマリー・アントワネットが激怒。死ぬまで牢屋に閉じ込めて閉じ込めて。これをきっかけの一つに、カリオストロ伯爵はフランス社交界から追放され終身刑、イタリアにあるサンレオ城の独房に投獄された。言われなき罪で人生転落。マリー・アントワネットに怒られ、薄暗い牢獄の中に一人閉じ込められた彼は次第に精神を病んでいく。その様子を気味悪がった看守たちが毎日殴る蹴るの暴行。習慣から4年、体が半分麻痺した状態で生き絶えたという。こちらが実際に投獄されていた独房。身に覚えのない罪でここに入れられ、暴行を受けて死んだとなれば、浮かばれない怨念が200年漂ってもおかしくない。いや、恨むでしょう。いや、カリオストロの城で何が映るのか、いよいよ潜入潜入。まずは城の前であの人物と待ち合わせ。ヨーロッパ屈指の霊能力者と言われる伊勢都市。すると早速。もう感じるわ。カメラ持ってきて、早く。何か映るはず。早くも何かを感じた伊勢と。言われるままに写真を撮ってみると。オーブが映っている。城に漂う霊魂なのか。さらに同じ場所を撮影した動画を確認。怪しげに浮遊する光、これは城に入ってくるなという警告なのか、それとも。答えは言ってみなきゃわからない。いよいよ城へと足を踏み入れる。これから一行は城の門を三つくぐり中庭へ。そこから建物の中に入り拷問部屋。そして最後はカリオストロ伯爵が非業の死を遂げた独房へ。案内してくれるのはガイドのナンニさん。いやー、結構夜だと本当に不気味ですね。この時リョウガは気づいていないが、マイクのノイズはさらに強くなっていた。中に入るのか。一つ目の門をくぐると、目の前にそびえ立つ城の壁。ここは城内へと続く一本道。囚人たちにとって一度通れば二度とシャバへは戻れぬ死への一歩通行。そして二つ目の門をくぐった時だった。どうしたの？ごめんなさい。スタッフの一人がいきなりめまいを起こし倒れた。みんな離れて、あっちに行って。聖水をちょうだい。ごめんなさい、すいません。もうちょっと待ってください。これ聖水なので
感謝最後に口の中でちょっとキープして、はい、ちょっとキープして。近寄らないで、気を引き締めるのよ。ケイさん、すいません、もっと霊たちを尊敬しないと。いい？ここにいる霊たちに敬意を払って、そして信じること。早くも重なる怪奇現象、何者かが城に入ることを拒んでいるのか。しかし一行は階段を上る、見えない糸に引かれるように。すると今度はイセトに異変が。何か感じるわ、何か強い痛み、とても強い。ああ。突然襲った原因不明の激痛、その秘密は建物の中で解き明かされる、解き明かされる、解き明かされる。立て続けに怪奇現象が起こる中、凌駕だけ異変はなし。石畳の階段をさらに登ると、見えてきたのは三つ目の門。凌駕も緊張、この先何が起きるのか。三つ目の門をくぐり、中庭を抜け、牢獄だった建物の中へ。城の建物は地上3階と地下1階、ガイドに導かれまずは地下へ。ジメッとしますね。ああ、スタミンダネット。骨が折れる音、人の悲鳴、すごく強く感じる。足元が悪く細い通路、イセトが強い苦しみの念を感じ始めた。その先には拷問部屋、薄暗い部屋の奥にさらにもう一部屋、そこには230年前の様子を再現した拷問器具、針だらけの椅子、体を串刺しにするための棒。ここで数々の極悪人が拷問され息絶えていったという。何か強い痛み、とても強い。ああ。先ほど伊勢とが原因不明の激痛を感じた屋外、実は拷問部屋と壁一枚を挟んだだけ。さらにこんなことも口にしていた。無知で打たれて悲鳴を上げてる、今同じ痛みを感じてるわ。ここで凄惨な死を遂げた囚人たちの思いを感じたのか。その拷問部屋へ凌駕も足を踏み入れる。結構すごいですね、やっぱなんか地下だからヒヤってするのと湿気臭いっていうか。壁にある鎖に囚人たちがつながれ拷問を受けていたんです。あ、ここはきつい、より冷たくなる、ね、この穴から水が落とされ、そこにつないだ囚人への水攻めが行われていたそうです。写真を撮ってみる。そこには
何も映らない。今までの怪奇現象は嘘のように。ところがここで龍河に異変。でもちょっと右は耳鳴りっぽいです。ツンとする、ポンとする感じがし、ちょっとなんか耳が持ってかれるみたいな、遠いツーンっていう感じがする。この城にいる何かが彼女に話しかけようとしてるのかも。尊敬することを忘れないで。誰かが話しかけている。さらに拷問部屋を出て間もなく伊勢戸にも異変が。ジョバンニという人が話しかけてきた。誰かその人を知ってる？ジョバンニ。伊勢戸が感じ取ったその人物を後日調べてみると、実はカリオストロ伯爵、地位を確立する前はいくつも名前を使い分けていた。その中にジョバンニという名前があるという。彼に導かれているとでも言うのか。これからは最終目的地、カリオストロが言われなき罪で閉じ込められ、恨みを抱えて死んだという独房。囚人たちが逃げ出せないように階段や廊下が狭くなっているんです。どこまでも続く迷路のような狭い廊下。不気味な闇の中へ進んでいく。下へ行くの。そしてついにカリオストロ伯爵の牢獄へ。うわ、ちっちゃい。かわいそう。腰をかがめないと入れない入り口、さらに奥へと進む。この階段の先にあるのはカリオストロ伯爵が苦しみの果てに絶命した場所。この独房、絶対に逃げられないように入り口がなかった。では一体どこから収監されたのか。天井のこの穴から吊るし下ろされたのだ。今私たちが入ってきた入り口はカリオストロ伯爵の死体を運び出すために後から作られたものです。彼は4年間ここに閉じ込められていました。罪を着せられ、人生は台無しに。マリー・アントワネットを恨みながら精神を病んでいったというカリオストロ伯爵。この薄暗い独房で孤独と暴力にじっと耐え続けたのだ。その時伊勢戸に異変が。喉が痛い。私さっきから喉痛いと思ってた。本当になんで喉今痛いんだろうって思ってました。いつぐらいか。1個前ぐらいの時。2人の喉元に同時に異変。その時龍河があることを思い出す。でも私なんか前に前世で首切られたって言われたことありますよ。私首弱いんですけど。カリオストロ伯爵と首を切られた話は関係なさそうにも思えるが、
実はその点と点をつなぐ証言を町の人に聞いていた。カリオストロはとてもひどい扱いを受け、今も頭蓋骨が見つかってないって話だ。そうなんだ。カリオストロ伯爵の魂は首を失った苦しみを訴えたかったのか。ある日、あなた何か思い当たることがあるわね。イタリアに前に来た時に、ちょっと気分が悪く目が回っちゃったりして、だからいろんな国行ってるし、日本も含めてなんですけど、イタリアに行った時だけ本当にそういう風になったので。あなた1600年頃に一度イタリアで生まれているわ。だからいろんなことが起きるのよ。この撮影に来たのも偶然じゃない。呼び寄せられているの。イスという悪、かつてイタリアで生まれ、しかも首を切られて死んだという凌駕の前世。近い境遇を感じたカリオストロ伯爵が彼女に救いを求めているという。これ以上ここにいると危険よ。カリオストロの霊に支配されてしまう。出ましょう。撮影は無理と判断。建物から出て歩き出したその時、なんか前に前世で首切られたって言われたことあるみたいな。カリオストロ伯爵と首を切られた話は関係なさそうにも思えるが、実はその点と点をつなぐ証言を町の人に聞いていた。カリオストロはとてもひどい扱いを受け、今も頭蓋骨が見つかってないって話だ。そうなんだ。歩き出したその時に、映っちゃった。凌駕の左、ここに注目。狙ったかのように、白い影が首を失ったカリオストロ伯爵のやり場のない怒りなのか。最後にカリオストロ伯爵の魂に祈りを捧げ、ロケは終了。断崖絶壁に立つカリオストロの城は壮絶な